ふぬふぬ。パワポケシリーズでは死ぬキャラが多く登場するようだな。パワポケ1から彼女以外にもこんなに死亡してしまうとは、正直驚いてしまうぞ。ということで皆さんこんにちは。私の名前は六道ひじりだ。パワポケファンの方は名前だけでもぜひ覚えていってくれ。うむ、お客さんか？どうぞ入ってくれ。どうもでやんす。亀田でやんす。今日はどうもよろしくお願いするでやんす。なんだ、矢部先輩か。ところで今日の相談はなんだ？いや、おいら亀田でやんすけど。私も忙しいんだ。早くしてくれ。ええー、でやんす。まあしょうがないでやんすか。今回はパワポケ1、2で死亡してしまうキャラを教えてほしいでやんす。野球ゲームなのに死んでしまうのは斬新すぎるでやんすからね。了解だ。それじゃあやっていくぞ。開始だ。それではこれからパワポケ1、2で死亡してしまうキャラクターを紹介させていただくぞ。ただ今回の動画はシリーズ後半に死亡してしまうキャラではなく、パワポケ1、2内で死亡してしまうキャラを紹介させていただくぞ。まずは亀田光雄。このキャラはパワポケ1で主人公の相棒を務めたキャラクターだな。ガンダーロボの大ファンで、美少女にも2次元か3次元かを問わず目がなく、相当なオタクだということがわかるな。当たり前でやんす。そんな亀田の死亡シーンは甲子園決勝当日、爆発に巻き込まれて死亡してしまうな。夜道さとみと交際しており、プロペラ弾に囚われたさとみを救出するために一人でプロペラ弾秘密基地に潜入。その際に爆発に巻き込まれて死亡。まあ、その数ヶ月後にサイボーグハイパー亀田となって帰還するんだがな。死んでしまうのに生き返るでやんすか。まあ、亀田が彼女を好きすぎるがあまりしてしまった行動だからな。ちょっと亀田はかわいそうだな。続いてプロペラ弾日本支部長。このキャラはプロペラ弾日本支部の最高責任者。プロペラ弾創生期から組織のために尽力しているな。このキャラの死亡シーンは3年目の夏、里見の裏切りにより、殺害されてしまう。大東亜学園が敗北し報復として彼女を地下牢に幽閉するが、大丈夫逃亡の際に混乱に乗じた里見に爆殺され、プロペラ弾日本支部長の座をも奪われてしまう。彼女候補が普通に殺害するというなかなかの展開だな。まさか人を殺したことがあるなんて、驚きでやんす。続いて彼女候補の死亡シーンだ。まずは夜道さとみ。このキャラは2年目に極悪高校へやってきた謎の転校生の一人だ。両親は他界しており祖父の仕送りとアルバイトで生活しているという貧乏な女の子だな。正体はプロペラ弾のスパイ。まあ普通に悪いことをしているキャラだな。そんな彼女の死亡シーンはというと、捕まった後主人公と再会すらできずプロペラ弾団長から銃殺されるという展開。正直この展開は予想外の展開で驚いた人は多いんじゃないか？というよりも野球ゲームに銃殺エンドがあるなんて誰も想像してないでやんすよ。続いてセサミナコ。コンビニでバイトしている年上の女の子で18歳のフリーター。人の立場で物事を考えられる、いい性格をしているな。そんなキャラのバッドエンドは飛行機事故で死んでしまうというもの。2年目夏の甲子園決勝直前にイギリス留学を告げる手紙が届けられ。そしてその翌日、何気なくテレビをつけると飛行機の墜落事故を告げるニュースが報道されるというもの。決勝戦を放棄して彼女を引き止めに行く選択肢では、彼女は留学を取りやめ二人は元の生活を続けることになるが、信頼を失うことになり、自らの行動を悔やみ続ける姿が書かれているな。飛行機で死亡してしまうって、なんかリアルで嫌でやんす。これをリアルに考えると怖いよな。なんせテレビで死んだ報告を聞くんだからな。続いて振動アスカ。小学生からの幼馴染で心臓が弱いという持病を持っており比較的おとなしい子。タコが大好きで料理やプレゼントに至るまでタコ尽くしのキャラだな。バレンタインの日にギリチョコもくれるでやんすよね。そんな彼女の死亡シーンはというと、甲子園に行く前日に持病が悪化し入院してしまい、西濃学園に敗北した場合、もしくは甲子園優勝するもドラフトで2位以下の場合、彼女は死亡してしまう。決勝直前に、陽子先生からアスカの病状が悪化したと聞くシーンがあり、気が気でない主人公を見ることができるな。恐ろしいでやんす。病気のキャラもしっかりと仕留めていく、やはりパワポケの恐怖は変わらないな。まあ、リメイクでやんすからね。続いてパワポケ2の登場人物を紹介させていただくぞ。まずはジョー。主人公の兄で春の孫であり、ジョー大鉄という偽名で登場。5年前にビッグになることを夢見て家を飛び出したが、
夢に破れたせいか、真面目に働くのがバカらしいと考えており、いろいろと怪しい商売をしているな。そんな彼の死亡シーンはというと、曽根村の指示により竹中によって暗殺されてしまうな。この死亡ルートは弓子ルートで見ることができ、車に二度跳ねられ死亡してしまうという普通に恐ろしいシーンだな。改心すればそんなことないが、怪しい仕事をしているとやはり死亡してしまう運命なのかもしれないな。竹中という人物も殺し慣れているのかもしれないでやんすね。続いて小津の弓子。このキャラクターはドリルランド社長×の秘書。主人公のの中学校と高校時代の野球部マネージャー。両親が他界したために進学を諦めドリルトーイに入社。職業柄ゲームセンターや遊園地などアミューズメント系に強く、ショットバーなど大人の雰囲気の場所が好み。そんな彼女の死亡シーンはというと、超同様竹中に始末されてしまいます。その始末の仕方もなかなかえぐくて、彼女の母親は民月隆のライバル会社の社長の奥さんであるらしく、このことが曽根村の計画に利用され社長の息子であるかけるをはめる罠に利用されてしまうぞ。具体的にはホテルに死体を置いてかけるを乗り込ませ、罪を着せた後ホテルごと燃やし証拠隠滅。めちゃくちゃなことをしているな。この人を助けることはできるでやんすか？終盤の電話に出ることにより主人公が助けに行き、警察が割って入ったことで竹中が逃走して無事生存。運命を大きく分ける選択肢が存在しているな。大切な電話ってことでやんすね。続いて竹中。このキャラはかけるのボディガードで雇い主のためには何事も忠実に職務をこなす仕事人。密かに曽根村と結託しており、曽根村のドリルコーポレーション乗っ取り計画に加担しているな。そんな彼の死亡シーンは弓子の殺害に失敗した場合、プロペラガンに処分されてしまう結末を迎えるな。じゃあ弓子さんのルートは必ず死人が出るってことでやんすね。そういうことだ。恐ろしいでやんす。以上が死亡してしまうキャラクターだ。この後のシリーズで死亡するキャラもいるから、よかったら調べてみてくれ。すごい物騒な動画になったでやんす。それじゃあまとめいくぞ。パワポケシリーズ1、2から死亡してしまうキャラクターはそこそこいる。シリーズ後半に比べれば少ないが。まあ初代からこれだけいたってことを理解してくれ。なるほどでやんす。こんなことになってしまうとは。まあ、これに関してはシナリオ上仕方のないことだと思うけどな。いろいろなキャラクターが死亡してしまう、大人な部分がある。これらの要素がパワポケのマニアアックな要素であり、魅力の一つだからな。オイラもパワプロシリーズに行って平和な人生を歩んでみたいでやんす。うむ。といえどパワプロシリーズも最近大変なことになっているからな。魂を奪われるし、世界移動して家族を失うとかして。あっちの世界もまともなもんじゃないぞ。うわーでやんす。それじゃあこの辺で終了させていただく。それじゃあ、さらばだ。お疲れでやんす。